はいこんにちはえー、今日はですね、まあ、一番わかりやすくですねこれまでね学んできたことをちょっと復習しています。 まあ要は、十二次元で考えてみてください。十二次元ですね。で、上から行ってきますので。で、十、ま、二、あ、次元っていうのが、無償法人。十二次元が無償法人。十二次元から見て、もう十二次元って何もないんだよは。十二次元から見ると、これがあなたの精神の本質的な状態で、何も生じていないことを、本来生命は何も生じていないことを容認する知。 を理解するのが12次元で、えー、11次元ですね。要するに何も生じていないという事実。この真理は、要するに、受、え、気、ー、を授け終わった、11次元は、無受給を授け終わった無限の如来ですね。もう無限奥度が無限にある、そのすべての、無限奥度の如来たちがすべて、 弟子たちに儒家を授け終わってその弟子たちも如来になって全てに儒家を授け終わってもみんな儒家を授け終わって入滅した如来が一個になった状態これが何もないから何もない全てのある状態何もない全てのある状態この11次元がですからこれ大統一場理論ですね大統一場理論そしてそれを12次元から容認する地位 何も始まっていないから全てがあるってことは何も始まっていないっていうことを容認する地位ですね。で要するに何も始まっていないわけですからその下の19876もうこの世界に至るまで何もないんですよ。要するにああ何もないんだなっていうことは全てなんだっていう実はもうそこには実は如来もいないと菩薩もいないと仏国もないと その下の天正輪廻の下天世界もなないとこれを容認する地が12次元なんですよわかりますですでから我々は全てあると思ってるとあると思ってる錯覚を通して自分が何もないっていうことを,がを容認するっていうつまり12次元の何もない状態と精神の状態とまあ3次元の我々の肉体のある状態をがその精神の段階を見ていって 十二次元から見ると、無償法に、あ、何もないっていうことが全てがあるってことだ。要するに、何もないっていうものしか残らないんで、あ、何もなかったんだっていう。要するに、如来もいなければ菩薩もいないし、無限億度もなければ仏国度もないと。そしてその下にある無限の三千世界、天象林業の世界もないと。何もないだけが残って、いや、何もなかったんだっていうのをうにするのが、 十二次次元元なんですよ十二次元はい分かったでしょうかですから12次元の何もない精神が3、えー、次元に肉体を通して自らを見,見るとその見方がこの天正銀河の3次元世界4次元世界5次元世界6次元世界とでこれが無限に1 3 0世界を無限に集まると9次元の一仏国道一仏国道がいろんな世界に生まれ変われると。 でその世界に生まれ変わって儒基、えー、を授けてその授けた菩薩儒を,を全ての人たちが連鎖して授けまくると一無限億度が何もなくなるとその何もなくなった一無限億度が無限に集まったのが11次元で要するに何もなかったと何も始まってなかったとこれを容認する地が12次元の視点でだから自分も何にもないっていう完全に無償法に 何も始まってなかったと何もないわけだから何も始まってなかったっていうしか残らないんですよ。はい。分かります一切は食うっていう、こういう意味なんですよ。これが半若心経ですね。簡単に書いてあるのが。半若心経が無償法に書いてあるんだけど、半若心経自体は分からないですね。あれ、基本みたいに見えるけど、あれが最後の悟りなんで、悟りもなければ菩薩もないし、如来もなければ樹木もないと。天照りもな負ければ何もないと。はい。分かったでしょうか これが悟りの極致ですね。はい。要するにみんな悟ってしまったんで、もう悟るものもなくなってしまったんだと。で、それが何もない状態で、何もない状態は結局、何もなかったと。何も生じてないと。これが無償本人で、えー、何も始まっていなかったと。これを悟ることが、えー、如来の悟りなんですよ。<laughs> わかりますすべてを悟りながらも、実はその中にはすべてがあったと。何も始まっていなかったからこそ、 全てがあったと、はい、こ逆説的なんですよ何もないと全てがあるっていうのはですエンタングルメントで対照的なんですよ。この2つが揃って1つの粒子何もないっていう。ただこれはな本当に何もないんじゃなくてネハンキョルお釈迦様が言ってるように虚無じゃなくてこれこそ何もないっていうことが全てがあるってことなんですよ。で何もないから何も始まってもなかったと。はい分かったでしょうか。これをですねなるるべく考えるように 一日ったから思い思出してでですすね考えるんですよその下に、うんえー、無限奥度が無限にあってその中に仏国度が無限にあって,て仏国度の中に無限の三千世界が無限にあってでその中に天正輪廻の世界があってそ,してその中に位置が決まると無限の三千世界平行世界があるわけですね、はいで。この仕組みを通して何も始まっていなかった。ああ自分は何もなかった。 で、何もなかったってことが実は同時に、その中には無限もあったっていう。こういうですね、何もないと全てがあるっていう状態同じっていう。これがですね、考え続けないとこれ、分かったようなつもりになるんですけど、これ分かると相当変わりますよ。これ分かるともう変わるんで。はい。はい、今日いじるぞ。